九州市が見渡せる足立山にあるお寺本通寺に毎年この時期になると浅木まだらがやってきます。 4,5 年前ぐらいからもう少しずつ来だして、今今年が一番多いんじゃないかなと思ってます。ここはお寺の、裏手になるんですけど、浅木まだらのお目当ては、本堂の裏山のお庭に咲く花なんだとか。おはようございます。わ、すごい、すごいですね。もう今日どれぐらいですかね、200、300ぐらいは飛んでると思います。こんなに群れでやってくるんだ。こんなにいるんですね。いや、ちょっとドキドキしますね。綺麗ですよね。これが浅木まだらです。浅木まだらは秋の七草の一つ、この藤若葉の蜜を求めて日本列島を縦断、南西諸島をさらに南下して、なんと台湾までおよそ2000キロも旅をします。すごいですよね、こんな小さな体でね。浅木まだらが好むこの藤若葉は毒性があり、その蜜を取ることで体が毒化して鳥などの天敵から逃れているのではないかと言われているんです。毒を取り入れるんだ。まとうんだ。すごいですよね。その毒には強いんだ。どうやって行くんでしょうね。もう本当に海の波まで休みながら行くんじゃないかっていうふうに言われてますね。どうやってこの小さい体で行ってるのかなと思って、ミステリアスな、分かってないことが非常に多いので、その魅力に取りつかれて。この半分ぐらいの10年前、浅木まだらのミステリアスな魅力にハマった豊川さん。お父様であるご住職が5年前から息子や孫のためにと山を切り開き、この藤若葉をコツコツ植えていったんだそう。するとどんどん飛来数が増えていき、今年はなんと過去最高、およそ1000頭もの浅木まだらを確認しました。浅木まだらの飛来地として有名な大分県姫島でも多い時で1000頭飛来するといいますから、とにかくすごい数なんです。色がね、綺麗ですよね。色ですよね。テレビで言っても高島さんじゃなくて、もうすぐ行っちゃう、寂しいですね。もう別れるのが辛い。ここで栄養を取って台湾まで頑張って行ってきてねっていう気持ちで応援してます、浅木まだら。いや、どんどん数が増えてるってことで、多分浅木まだら界でも話題になってると思うんですよ。そです、ね、あそこにいっぱい藤若葉植えられてるよっていうのでね。本通寺ではさらに藤若葉を増やして浅木まだらが心地よく滞在できるようにしたいと話しているということです。そして確認したところですね、今回にはこれだけの数のところで浅木まだらが確認されているということです、ね。はい、今週いっぱいが見頃のピークだということです、ね。